このわしをしてアベンジャーとはの。なんとも因果なことよな。よかろう。第六天魔王信長の生き様、そなたの魂にあまねく刻み込むがよい。戦とは戦う前に決しておるものじゃ。勝ったではない、勝つべくして勝つ。心得たか。よし、では出陣じゃ。わしが主、そなたが家臣。サーヴァントとしての契約はともかく、そこは心得ておくがよい。わしったら気に入らないマスターとかへし切っちゃうタイプの覇王系美少女戦国大名じゃし。わしは戯れは許すが侮りは許さん。そなたもわしに目通りするならば、それなりの覚悟で挑むことじゃ。生なかな心構えでおるなら、命はないと思え。なんて脅かしすぎたかの。何、ちょっと気に食わんことがあったら撃ち殺すわしの気分で。それだけじゃ、それだけ。おお、わしか。わしとはいえ、わしったらだいぶわしと似とるの。まあ細かいところは結構違うんじゃがな。マントとかこの辺りがの。はい、それはそれとして、何度でも言うが、わしのかっこよさったら、わしよりいでてわしよりわしじゃの。水着のわしったらいつ見てもバンキュバーンのセクシーダイナマイト本能寺って感じじゃの。待てよ、アーチャーのわし、水着のわし、アベンジャーであるこのわし、ついにトリオザノッブ2019として世界に羽ばたく時が来たということなのではないか。ノッブはいぶかしいんだ。おお、ちゃちゃ、わしもアベンジャー化してしもうたわ。それにしてもわしらの血筋、バーサーカーだのアベンジャーだの、我ながらろくでもないの。え、わしと一緒にするな。であるか。え、また活動が何かやらかしたのじゃ。ふんふん、ほうほう、なるほどの。まあ鬼武蔵なら仕方ない。やれやれ、腐れ縁とはいえ貴様とも長い付き合いじゃの。人斬り、まあわしにおじずに物言いできるのも貴様ぐらいのものだしの。って結構おるか、ここには。まあなんじゃ、そういうのはともかく、今後ともよろしくの。ああ、沖田のオルタとやらか。抑止のアルバイトから正規社員登用とか難儀な就職活動をしてしまったの。まあなんか困ったことがあればわしに言え。新選組の土方じゃったか。バーサーカーは話が通じんから困るの。え、土方は話が通じる。たおあけ、あれは通じておるのではないわ。だいたい朝昼晩三食たくあん漬けとかどうかしとるじゃろう。ハンバーグとか食べたいし、わし卵とチーズトッピングで。まあ湯漬けにたくあんが至高の組み合わせなのは認めるがの。信勝、貴様まだ限界しとったのか。出たり消えたりはっきりせんやつじゃの。まあ悪うはないか。これも一時の夢、まさに夢幻のごとくなりというやつかの。坂本なんちゃらとお寮ではないか。ん、ダオカもおったか。そういや貴様ら商売がどうのこうの言っとったの。そうじゃ、このカルデアで楽市楽座とかどうじゃ。売店の商品も良いが、やはり競争相手がおらんと銭はよう回らんからの。よし、後でマスターに言うておこう。はあ、貴殿は戦国最強と謳われし、越後の長尾景虎殿ではないか。
いやー、かの毘沙門天の化身長尾景虎殿と靴輪を並べられるとは、この織田信長感謝感激コンペイトーでござるぞ。え、見え見えのお世辞はやめろって。ちっ、バレた。川屋で映ったくせに生意気な。あ、いやいや、何も言っとらんぞ。何も。好きなものか。新しきものは何とは言わず気になってしまうの。ほれほれ、最新ゲームとか美味しい南蛮菓子とかそういうのあるんじゃろ。はよう持ってこんか。何にせよ、わしは人の確信を好む。この先はどうなっているのか、それこそが人の人たるゆえんよな。そなたもそうあらんとするがよかろう。嫌いなものか。そうじゃのう、神頼みとかしとるやつかの。神仏とはたっ飛びこそすれ頼むものではない。人の可能性は人のものじゃ。そなた夢夢怠るでないぞ。聖杯の願望期云々はともかく、なんというかなりがわびとらんじゃろ。あの金キラでは花があるとも違うしの。あのなりで喜ぶのは猿ぐらいではないか。ああ、うん、猿なら喜んで懐に入れそうじゃな。何か催しておるようじゃな。よし、早速物見湯さんに出かけるとしよう。なーに、わしがおれば大抵のことは肩がつく。ドーンと任せておけい。なんじゃ、貴様がこのわしに還元しようてか。ほう、このわしにの。その身の程知らずに免じて聞くだけ聞いてやろうではないか。なに、つまらぬ話であればこのへし切りを抜くだけじゃ。一軍の将が軽々と前に出るでないわ。前に出たとて手柄を立てれば部下の手柄を奪うことになろう。さりとて不覚を取れば部下の心も離れよう。ゆえに将は軽々しく前に出るものでないということじゃな。え、桶狭間？わし、そういうのわからんのじゃ。生まれながらに才あるものは才を頼みに研鑽を怠る。だが生まれながらに才なきものは己が無力さゆえに鍛錬するであろう。日々を生きる覚悟が違うということよな。これが寛容じゃぞ、マスター。気づいておるか、わしの体。そうじゃ、うつろになることがあるじゃろう。本来わしはこの世界にはこのなりではとどまりえぬ。それがどうにか限界しておるのもそなたというくさびがあるゆえじゃ。わしでないわしが面倒をかけることもあろうが、何、それらもそなたがためにあるゆえじゃ。許せ。そなたはまっことういやつよの。ほれ、しこう、もうそっとな。なんじゃろな、そなたにはなんというか妙な魅力があるの。言うならわびた茶碗とでも言うか、なんというか絵も言われぬ味わいじゃ。ま、わしにめでられるのも立派な才じゃ。誇るがよいぞ。触り心地もまた大名物も格やじゃの。あれ、頬ずりするなって。またまた、照れるでないわ、この子の。いかんな、力が漏れ出しておる。そなた、わしがどうなっても覚悟だけはしておくのだぞ。ますます強力になるノッブの力が世界を破壊すると信じて、是非もなくございました。会長、会長、熱盛でも毎回気分じゃわい。
おっと、俺の出番か。そうだな、信長ってのも紛らわしいし、吉報使とでも呼ぶがいい。よろしくな。何、あいつも消えたわけじゃないから心配するな。速さは強さ、数は力、銭は血潮じゃ。支度は良いか。俺たちの戦を始めるぞ、マスター。主従なあ。俺はあんま家臣にも人望なかったから偉そうなことは言えんのよな。え、でっかいあいつももう一人もだいぶ謀反されてる。こりゃ血だな。こればっかりは俺にもどうしようもないわ。俺はサーヴァント、お前はマスター。誰にも膝を折らなんだこの俺がサーヴァントとはな。何、うつけを使うお前の苦労もいかばかりと思うてな。安心せ、お前の見立て俺が証明してやろう。ん、お前アーチャーの俺か。なんか俺より背も小さいし、なりもなよっとしとるな。え、俺の格好が歌舞伎すぎだと。いやいや、お前のマントにそのなりもどうなんじゃ。おい俺、その獲物めちゃくちゃ格好良いではないか。何、獲物じゃなくて楽器、魔王の歌を聴け。俺ながら何を言っているのか全くわからん。じゃがその魂の鳴りは実にかっこよいぞ。おれ、ちゃちゃか。そう喧騒で何よりよ。何、おば上なのかおじ上なのかはっきりしろだと。どうも皆によく聞かれるのだが、それは寛容なことなのか。どちらであろうと俺は俺、第六天魔王織田吉報使よ。活動ではないか。どうしたそんなところで。え、自販機からジュースが出てこないからぶち壊すところ。止めはせぬが一応聞いておく。活動、お前銭は入れたのか。うん、入れてないだよな。アレキサンダー大王、若くして大陸に覇を志した征服王か。いや、実に気持ちの良い英霊よ。俺も本能寺で死んでなけりゃ大陸で一暴れしたかったの。そうじゃ征服王、今宵は俺と一献語り明かさぬか。ビリーザキッド、早打ちの名手、つまり鉄砲の英霊というわけか。これはしたり。そなたの腕前、この俺にも披露してはくれんか。聞けば弾を放って百発百中というではないか。最下のものでもそうはいかんぞ。魔王信長、つまりあれがこの俺の行き着く先というわけか。いや、そうとも限らんか。何せ俺やあれは本来ならばこの世には権限し得ぬうつろな存在。それゆえあらゆる世におるやもしれんし、おらんやもしれん。まあ己の末語なぞ案じても仕方あるまい。とにかくあれにはお前も気をつけろ。権六か。何、権六が信勝についたは是非もなきことよ。何せ俺は母上にも嫌われていたしな。なら、もうこの話はやめだ、やめ。越後の長尾影虎。ああ、知っておる。越後の龍に甲斐の虎、どちらも戦で勝つには骨の折れる奴らよ。んで、どうするかというわけだが、なれば戦以外で勝てばよいというわけよな。
きなものか。やはり鉄砲じゃな、鉄砲。撃てば当たらず、濡れれば撃てず、挙句に身持ちはクソ高い。こいつは俺と実によく似ておる。じゃがその身に秘めた力は時代を変えた。お前も俺のように俺を使うといい。ん？ところでそのでっかい火縄銃は何なのかだと？確かになんじゃろなこれ。とりあえず魔王ガンとでもしとこうかの。嫌いなことか。そうじゃな、ことを起こすにごたごた抜かして何もせんやつはダメじゃな。己を変えるは己だけよ。己を変えた者だけが世を変えるのだ。ことを起こして果てるはことを起こさず死ぬるに勝るとな。願いが叶う聖杯だと？ほう、鉄砲五千丁とかでもか。何、余裕？そうか、かようなものであるか。では破却せねばなるまいの。俺が開く世にかようなものは毒となろうよ。おい、なんぞ面白そうなことが始まっとるらしいではないか。さっさとしたくせい、俺はもう辛抱たまらんぞ。お前も俺をうつけと侮るか。構わんぞ別に。お前が侮るのは俺を侮るお前の心だからな。真に恐るべきは己を侮らぬ者よ。さてお前はどうなんだ。うわ、暇だな。おい、なんか面白いことでもないか。退屈だ退屈。どうもこの体は力を持て余す。なんなら国取りの一つでも任せてもらえれば気も紛れるんだがな。魔王か。実のところ俺は奴とはいささか遠きところにおるゆえ、どこまであれが己なのかは計りかねる。お前も夢あれに見入られんようにな。ま、俺もあれのなりには目を奪われるゆえ無駄かもしれんがな。我ながら恐ろしい魔王よな。おい、この俺よりあれの方がお前の力になると思うが、何故俺を保ち続ける。いや、別に何ということはないのだが、道理に合わぬことは気になるたちでな。ん？なんじゃ。楽しいからだと。うつけを使うはうつけの差がか。俺はお前と実に馬が合う。知恵者は知恵者と通ずるというが、うつけはうつけと通ずるということかの。俺は誰にも期待されずに国を背負うたが、お前は誰にも頼まれずに世を背負うた。お前のそのなりは人というものの願いそのものだ。共柄よ、お前の道行き、我が血を燃やし切り開いてみせようぞ。俺の血が湧き立っておる。我が身を焼かんとする魔王の血がな。まずいな。このまま行くと奴が。ああ、なんでもない。こっちの話だ。わっは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 。こうなると俺を止めることはできんぞ。そろそろ違う俺が騒ぎ出したか。覚悟しとけよ。あいつは俺らの中でも飛び切りだからな。我は第六天魔王覇順、織田信長。出迎え大儀である。
下天を喰らうは覇王が道行き。あないせい、人の身で果てなき旅路を行く者よ。ジンブレじゃ、支度せい。いかな大軍、神仏化粧とて、我が敵にあらず。戦とは己がいかにあるか、ただそれだけよ。主従じゃと？そうだの。奪い、与え、また奪う。いや、これでは我が得をしておるだけか。何、物の例えじゃ。とにかく我はかようにかのものを測る。そちはいかなるやの。サーヴァントとマスターか。我を刺激するなど本来であれば不敬不尊の極み。即刻首をはねるところであるが、貴様なしに限界もかなわぬとあれば致し方なしよな。なんと言ったかの。ああ、それじゃウィンウィンじゃ、ウィン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 。我の慈しみか。我が身を眺めるはいささかざわつくものよな。それにしても我はかように可憐であったか。見れば見るほどもそっともそっと近うよれ。で、なんじゃ、我が我をめでて何が悪い。うわ、なんじゃその顔は。我ながら小憎らしい顔しよるわ。あれも我か。さすが我だけに、この世で最も我を笑かしよる。さす我じゃ、さす我、さす我。じゃが、あの獲物はなかなかわびておるな。かっこよいではないか。久しいのう、ちゃちゃ。そう喧騒で何よりじゃ。それにしてもやはりそなたが我が血を最も色濃く受け継いだやもしれぬな。さもあらん、なればこそあやつを尻に敷いたは道理ということか。活像か。あやつめ、また何かよからぬ算段でもしよったか。いや違うな。算段するくらいなら測れるゆえまだマシじゃ。あれはさすがの我とて御すことはかなわぬ。許せ、そして諦めよ。幸いそなたには懐いておるようじゃし、任せた。貴様はあの人斬りの慈しみか。ほう、あの人斬り、器の底が抜けておるとは思うていたが、人よりいでてここまで突き抜けるものなのか。なれば我を滅するは貴様のようなものかもしれぬな。この刀か。特に名はない。我がそうであるように、あまたの我の獲物が集まったようなものだ。そうさな、強いて言うなら魔王剣とでも言おうか。何？名前が凡庸？なんちゃった。光秀か？さてな、あやつ、果たして真に己が意志で我を討ったのか否や。まあ、いずれにせよ、もはやせんなきことよ。
我はあの日、グレンの炎に熱した。ただそれだけのことよ。いや、やはり血と口惜しいか。我が面前で美天の化身とは、嘘吹きおるではないか。いや、貴様のまといしその真意、もはや化身とは生ぬるいか。美天と魔王、どちらがしのぐか見物じゃな。魔王信長、神仏を恐れぬ破壊者とは、まさしくあなたのようなものを言うのでしょうね。安心なさい。あなたがいかに強大になろうと、いつでも私が討ち取ってあげます。好みしものか。そうだの、やはり人じゃな。どうした、我がかように語るはいいなことか。いかに我が神仏主上の仇とて、かの者らが憎いわけではない。この身に受ける怨嗟も畏怖も、等しく我を苛み楽しませもするのだ。好まぬことか。そうだの、味の薄い食い物は。何、もう心得ておるのか。ではそうじゃな、諦めの良いものも好かぬ。何、それも心得ておるてか。貴様、我をどれだけ知っておるのだ。いささか面妖じゃぞ。ほう、万能の願望機の。キンキラなのがいささか詫びを書いておるが、我の身を保つには使えるやもしれん。で、どう使うんじゃこれは。ん、なんか雰囲気で取り込む感じじゃと。うわ、雑。ほう、ずいぶんと派手に騒いでおるではないか。面白い。我も乗り込むとするか。その方、太刀持ちを任せる。と申せい。なんじゃ貴様、我に気安く事の葉を放つでない。我が身は移ろい続ける炎のようなものだ。迂闊に振らば芯が焼き焦げるぞ。うん、どうやらこの身、貴様が楔となってこなたにとどめておるようじゃな。さもあらん、我が身ながらよくもこのようななりで限界できておるものと感心するわ。やはり貴様という楔なくば、我が身はこなたに限界できんようじゃ。礼を言うぞ、マスター。ん？どうした、我が首相にするはいささか座りでも悪いか。ういやつよの。ちこうよれ。えい、おじるでない。取って食いなどせぬわ。うん、それでよい。貴様のその目、どこかで。いや、せんなきことか。もうよい、くだらぬ戯れじゃ。忘れよ、下がってよいぞ。いや待て、やはり取って食うも手か。我は魔王信長、化天を超え返上せし神仏主上の仇なり。してそなたは何者じゃ。名ではない、その心根のありようよ。いや、あえて尋ねるまでもないか。そなたのありよう、
実に我を楽しませ怒らせる。それはまさしく人そのものよな。よい、そなた存分に生き存分に死するがよい。この第六天魔王信長が見ておるぞ。我に注ぐとは貴様、気は確かか？よい、かような死にも存外心地の良いものだの。うん、魔王たるは格あるべしよな。我行くところ十回破却の無限地獄、いざ三千世界に歯を通さん。何、難しいことではない。我と共に生き我と共に滅するがよい。遠く涅槃の果てまで人の業を望み続けようぞ。